い、皆さんこんにちは、オリオンこと上田瑠央です。さあ今日はですね、ゾーンについて話してみようと思うんですけれども、はい、まあ、例えばオリンピックとかそういう、まあ、野球とかそういうスポーツの世界やとなんかゾーンに入ってるとかそんな言葉聞いたことないですか？ありますね、まあ、そういうのが、まあ、歌でもあるというか、そのアーティストの人とかが歌ってるのっていうのはめちゃくちゃちょっとやっぱ特殊な状態に入ってて、でそれがこうやっぱり人を引きつけるものになってるのかなと思うんですよね。で、まあ、その辺をその前のそのつなげるっていう動画の説明にちょっとあの集中を途切れさせないっていう風にして、それがゾーンになったりしますよみたいなのをちらっと紹介したと思うんですけど、でその僕自身がその初めてゾーンをもう、 うわこれやばいっていうのを体験したのは1回しかないんですけど、まあ歌う仕事のリハーサルの時に来て、でまあその大阪の地下街で歌を歌うっていう仕事があって、まあリハーサルって言ってももう現場でやるからもうお客さんが見てる状態でやるんですよ。で歌ってたら急にこうなんかあれ誰が歌ってんのみたいな、こう一生懸命こうやって歌ってるとこからあれ誰この一生懸命歌ってる人みたいになるんですよ。今歌ってんやんってこうちょっと後ろから見てる感じっていうか、でもよっしゃと思って本番やるぞと思ったら本番はもう全然やったっていう、まあ、ちょっと意識が入りすぎちゃったんですよね。その時の感覚は自分の中ですごくリアルやって、でもそこまでじゃないけどっていうのはもう何回もやっぱりやります。が集中できてるっていう状態はあるんやけど、ほんと普通じゃないなって感じたのその1回だけなんですけどね。その一つ一つ出すっていうのをやって、でそれでじゃあつなげてみましょうってして、でじゃあ歌ってみるよって言って生徒さんにやってみようって言ってやった時にそこに入る人いるんですよね。でそこに入った時にもう歌い終わったらってなったらねえけど、すごかったね今のさ、はい、ってなってで今なんかあの時間が止まった感じじゃないって言ったら、はい、ってなって、それはお互い分かるもんね。分かるね。そのまあ、僕が体験してるから分かるってだけで、何が起こってんのかは分からへんと思う、聞いてる人は。ただめちゃくちゃ感動的な歌っていうのは分かるけど、でもその本人が今何感じてるか多分分からへんと思うんだけど、時間が止まった感じやほんで宇宙に浮かんでる感じじゃないってこう言ったら、はい、無重力っていうか上下左右がないなんか、だから今のここで感じてる世界じゃないところに連れてかれるんですよ。だから時間と空間っていうものが意味なさへんところに行くっていうのは、だからその一つ一つ出すっていうのとそれをつなげるっていうのをするとそこに入りやすいっていうのはそういうことやね。その気をそこに集中しやすくなるってことや。なるほど。そのなななななってメロディーがなんかビューターあったらそれを歌ってそっから先に進めへんって普通は。せやけどチャーチャーって言ってあーあーってこうやってるとどんどんその世界に入っていくね。そうするとなんかもうちょっと深い深いところに入ってくる。やっぱそこを起こすことがそのまあ言った表現なんやと思うんですよね。絵描くにしろ、まあ、歌うにしろダンスするにしろ、そこに入らへんかったらただ上手いなで終わっちゃうから、
瀬戸さんがそのこんなにエネルギー注ぐんやんつってびっくりするんですよね。だその歌を歌うっていうことに対してすっごくやっぱ表面的に捉えてるからみんな。うん。自分ではもうめっちゃ気持ち込めてる風やけど、全然なんですよ。ほんまに自分の気持ちを動かしてるわけではないんですよ。で、それで歌が変わっていく人っていうのはすごく気持ちいいけど。そこまでやるのが歌なんやってことにびっくりするね。あ、何にもやってへんかったんや今までって思う、ね、で、こんな大変なんかって思うねんけど、そっちに行くことが慣れてくるとそれが全く大変ではなくなってくるね。なんとなくわかるよ、ね、で、そのもっともっとビブラートかなとか、あ、強弱かなっていう風になって相当固めていくねんな。そうするとたどり着かへんから、でそこをやってて、まあ、そこでその本人が満足してたらそれでいいとは思うけど、なんか何をやってんのかなっていう感じになっちゃうと思うんですよね。そういうところをできていくと、歌っていうのが、まあ、本当にこう色づきがあるというか立体的になるというか命が宿るというか、そういうのを伝えていきたいなと思ってるんですよね。そっちが本当やって思うから、ね、全員がそのそういう僕の生徒さんが全員がその地点に行けるかってやっぱそれはなかなか難しいとは思うんやけど、その今いるとこよりも一歩深いところとかには絶対行けるし、でそっちに行った方が絶対楽しいんですよね歌が。そういうのを感じていってもらえればなと思います。まあ今日はそんな感じにしましょうか。はい、はい、ではでは、堀尾こと上村美穂とその奥さんでした。